天海駐屯地は、鹿児島県天み市に所在する天海警備隊等が駐屯する陸上自衛隊の駐屯地。天海警備隊長が駐屯地指令を兼務し、駐屯地管理業務は天海警備隊広報支援隊が担当し、駐屯地業務隊は置かれない。南西諸島海域における中華人民共和国の軍事的脅威に対する日本の離島防衛体制強化を目的として整備される、 事業の一環として26中規模に基づき建設を開始した。離島警備部隊及び地対艦誘導弾、地対空誘導弾運用部隊を主体とする550人程度の自衛隊員が駐留する。天海ミ中屯地には警備部隊230人、中距離地対空誘導ミサイル運用部隊60人など約350人。瀬戸内地、運屯地には 警備部隊130人、地対艦誘導ミサイル運用部隊60人など、約210人がそれぞれ常駐。2019年2月22日の閣議を経て、駐屯地の開庁日は2019年3月26日と、することが発表された。2019年3月26日に開庁し、3月31日に、新編行事が行われた。本校では、 同日付で開庁された瀬戸内分屯地についても取りまとめて扱う。瀬戸内分屯地は、鹿児島県大島郡瀬戸内町に所在する、天海警備隊普通科中隊等が駐屯する陸上自衛隊の分屯地。天海警備隊普通科中隊長が分屯地指令を兼務する。天海警備隊普通科中隊が瀬戸内分屯地で新編。 第301地対艦ミサイル中隊及び支援部隊が瀬戸内分屯地で進編。西部方面システム通信軍第102基地システム通信大隊第319基地通信中隊瀬戸内派遣隊が瀬戸内分屯地で進編。警務隊西部方面警務隊第135地区警務隊瀬戸内派遣隊が瀬戸内分屯地で進編。 第8師団霊化部隊西部方面隊直轄部隊防衛大臣直轄部隊。ありがとうございます。